する？どのビビ、お前はセイバーとして目覚め、連邦と手を切ってフィガロへ来てくれた。しかしお前たちクロマ兵がもともと連邦側だったことをよく思わない者もここにはまだたくさんいる。それでもフィガロに忠誠を誓えるか？エドガー、僕うまく言えないけど、連邦のやっていることを知れば知るほど正しいとは思えないんだ。ここで何ができるかまだわからないけど、エドガーが守ろうとしている人たちに信頼されるように頑張りたいって思うの。よく言ってくれた。ではこれからよろしく頼むぞ。エドガー様、またクロマ兵に出撃命令ですか？ああ、彼らのおかげでお前たちを休ませることができるようになった。ありがたいことだ。そういうことではありません。エドガー様は彼らを信頼しすぎです。ミラージュとして生まれたクロマ兵は敵のスパイかもしれないのですよ。我々がしっかりと監視をしておきます。エドガー様も簡単に彼らに心を許さぬようお気をつけください。やれ、スパイとは。まあビビならきっと大丈夫だろう。あ、兵士長さん、こんにちは。見回りですか？お疲れ様です。お前はちょうどいい。言っておきたいことが。そうだ、さっき外で摘んできたお花、おすすわけです。ああ、フィガロって砂漠ばかりかと思っていたのに綺麗なお花も咲いてるんですね。こんなに綺麗なお花が咲いてるのも皆さんがお城を守ってくれているおかげですね。あ、そろそろ訓練の時間だ。それじゃあ失礼します。綺麗だな。ビビってなんかこう憎めないよな。クロマ兵のおかげでフィガロの守りもますます固くなったし、本当ありがたいよ。俺は別にクロマ兵の実力を認めてないわけじゃない。ただみんな素直に信じすぎるのが危険だと。あ、兵士長さん、そこはさっき掃除しておきましたよ。でも気になるならもう少し掃除しまーす。ああ、そうか。ご苦労だったな。ここはもういいから今日は休みなさい。はーい。一生さん、こんにちは。あれ、ここ少し破けてる。後で縫っておきましょうか。ありがとう。兵士長さんの手、大きいな。兵士長さん、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 兵士長さん。うわー！なんだこれは。最近何をしていてもビビが頭から離れない。そうだな、男らしく認めよう。あいつはフィガロにとってなくてはならない存在となっている。エドガー様の目は正しかったということだ。こんな短期間で俺の心をつかむって大したもんだ、ビビ。エドガー様、またクロマ兵に出撃命令ですか。ああ、今回はクロマ兵たちの遠距離魔法で対抗するのが一番だと思うんだ。前の気持ちもわかるが、ビビたちのことも少しは信頼してやって。そういうことではありません。なぜクロマ兵だけにそんな危険な任務を出すのですか。え、もし彼らを失ったりすればフィガロの大いなる損失となるのですよ。我々兵士部隊も出撃援護します。準備いたしますので失礼します。一体どういうことだ。エドガー、クロマ兵はいつでも出発できるよ。ビビもなかなかやるな。え、いや、なんでもない。ビビ、今日は兵士部隊も一緒に出撃だ。遅れを取るなよ。私の目に狂いはなかった。彼らはフィガロのいい友人になりそうだ。しかし一体ビビは何をしたんだ。